じめまして、ドローンアーティストのトマコと申します。国内外あちこち飛んで特に感動した5つの海をご紹介いたしますので、どうぞご覧ください。第5位は香川県観音寺市の夕暮れの海。どこの浜もバッチリ西向きで、年中太陽を海に見送ることができるんです。ところでここは瀬戸内海のど真ん中。ただでさえ瀬戸内海は陸地に囲まれて波がとっても少なく穏やかだけど、ここまで来るとさらに波立つ術もありません。とにかく平らで遠浅な海が続くんです。するとどうでしょう、海全体が鏡になるんです。夕暮れなんてリフレクションの嵐、真っ赤な空がそのまんま海に映り込んで、世界中360度のぐるりが赤くなっちゃうんです。たまりません。潮の高さによって潮だまりの形が毎日毎分違うんです。何度訪れても初めて見る姿の海、何度訪れても初めての感動。今日はどんな夕焼けの海に出会えるかなって毎日楽しみなんです。第4位はフィリピンのエルニド。どうですこの陽気な海、奇抜な地形。切り立った小さな島々がポコポコとこれでもかと浮かぶ真っ青な海です。カラフルなボートに乗ってアイランドホッピングもめっちゃ楽しい。絵に描いたような南国パラダイス。強烈な日差しが美しい海面にキラキラと反射して宝石みたい。ああ、笑うしかないんです。ここはエルニド北部のさらなる秘境、ダロコタンアイランド。グランピングしましたよ。浜辺のかわいいテントに泊まる気分はまさに海と一心同体。寝ても覚めてもずっと波の音とともに。こちらはマングローブの真っ只中、陸の孤島の一軒宿。桟橋から船で行き来します。
また風情がガラッと変わりました。マングローブの河口の様子はなんだか力強いです。そして潮だまりがでたらめ、巨大な誰かさんが落書きしたみたい。フィリピンの子は人懐っこいな。いっぱいじゃれ合いました。ピタッと波の止まった海に淡い朝焼けの空が映り込みます。ドーンと構える島のフォルムがかっこいい。まるでアート作品です。島越しに太陽をお迎えします。ああ、ここは宇宙の一部なんだな。しみじみ実感するひとときでした。第3位は宮古島。朝早く海に入って空撮していたらワンコちゃんがやってきました。島の子です。小さい手足を一生懸命動かしてとびきりかわいい。しばらくこのあまりに透明な海で一緒に浮かんでいたのでした。平和でほっこり 100% の一日の始まりです。宮古島の海の美しさは超一流。絶対世界に誇れます。島に山がなく川もないので海に土が流れ込むことがないのです。それでサンゴがよく育つんですって。こんな綺麗な海にサップで浮かぶのは最高だろうな。まるで飛んでいるみたいです。信じられますか？これが日本の海。思わず大声で世界に叫びたくなるほどの透明度。
宮古島の魅力の一つは、さらなる島々へ橋がかかっていることです。この半端なく美しい海の上を渡っているときは、おとぎの国へと吸い込まれていくかのような気分、何度でも往復したくなりますよ。この浜は干潮の時にだけぽっかり浮かび出るんです。秘密基地みたいでしょ。いつも出会えないからこそワクワクしちゃって特別感も募ります。ここは一番東に位置する岬。こんなちょっと猛々しい崖で体感する世界観にメリハリがつくのも宮古島の魅力なんですよね。砂が白い、海が透明、そして水色からの青、幻のようなグラデーションの広い世界に佇む感覚、どうか伝わりますように。ああ、夢のような世界が日本にありました。第2位はフィリピンのマラパスクア島。セブ島の北にちょこんと浮かぶ小さな小さな島です。セブの中心から路線バスを乗り継いで6時間、船に乗り換えて1時間、えっちらおっちらやってきました。人は数千人住んでいるけど、舗装された道はなく、お店もほとんどありません。でも世界中からダイビングをしにやってくるお客さんはそれなりにいて、人々は漁業か観光に関するお仕事をしています。だから船はいっぱい、カラフルな船が並んでいます。ちびっこもいっぱい。海に入ってご機嫌でドローンを飛ばしていると、ちびっ子たちは目を輝かせてじゃれてくるんです。言葉はうまく通じ合ってないけど、遊びに必要なことはだいたい笑顔で分かり合えちゃうんですよね。ある夕暮れ、大変なことが起きました。夕焼けの反対、東の海へふと振り返ると、なんと巨大な虹のカーテン、ドーンと海に刺さっていたんです。しかも虹は二重。目を疑いました。ドキドキしました。一方、夕日もどんどん赤さを増します。感動的に光を強め、ああもう世界中が燃えちゃった。朝も染まる島でした。太陽が昇る前、濃密な色に世界中が支配されます。夜はビーチのご飯屋さんの光がロマンチック。暮らしの小さな明かりもポツポツと散りばめられて、
島が星空みたい。波打ち際の小さな小さなバンガローに泊まりました。ちょっと大きい波が来たら流されちゃいそうな掘ったて小屋。おかげさまで海との一心同体感がすごかったな。目覚めてすぐ扉を開けると海、そして生まれたての太陽、幸せがこみ上がる瞬間です。情緒たっぷり、感動ばっかり、表情豊かな海と空、夏っこくてはつらつとした人々。マラパスクワでの海時間は一生心に潤いを与えてくれると思います。第1位は石垣島です。大好きで大好きで大好きな海。石垣島は石西礁湖という日本で一番大きなサンゴ礁もある島で、海も抜群に綺麗。山もあって川もある、マングローブもあって干潟もある。周りには小さくて美しい島々がいくつもあって、船で巡ることもできるんです。バリエーション豊かな自然に囲まれて、好奇心がそそられっぱなし、ワクワクし同士です。大自然に浸って、大自然に癒されて、大自然ではしゃぎたいなら、石垣島に来なくっちゃ始まりません。信じられないような色の空海に何度出会ったことでしょう。太陽が沈んでもずっと消えないカラフルな余韻に何度癒されたでしょう。海から生まれた瞬間、めっちゃ元気な太陽にどれだけ笑顔をもらったでしょう。私のドローンは DJI の Mavic 2 Pro。 どこに行くときも一緒のとっても気の合ういい相棒です。一心同体、気分的には自分も一緒に飛んじゃってますよ。
マングローブの河口は力強い大地の色、その先に広がる青、気持ちよすぎる青、なんだか生命力を感じる色のコラボレーションです。芯があって繊細で、含みがあって懐深い大自然、そんな中で太陽をお迎えしてお見送りする、これを重ねるだけでだいぶ幸せな人生に仕上がるんじゃないかなって思うんです。全く波のない大きな湾、海面はバッチリな鏡となって空の出来事を艶増量で映し込みます。太陽が柔らかい、雲がかっこいい、波紋が滑らか、世界が絵画になっちゃった、メルヘンチックな可愛い朝の空も足元から広がる世界に映し出されました。浮世離れしてるって言ってもいいくらいでしょ。空の上にいるみたい。こんな朝が本物だなんて、こんな世界が現実だなんて、嬉しくって嬉しくって顔いっぱいに笑っちゃうんです。あなたの心にいい風が吹き抜けますように。